気をつけてください。残り時間に気をつけてください。残り時間に気をつけてください。もっといろいろなことを教えてくださいね。これでさらにお役に立てます。もっといろいろなことを教えてくださいね。さあ白雪さん、遠慮なく入ってください。ありがとうございます。ですけど、あの、サイカさん、本当にご馳走になってもいいのでしょうか。いつも助けてもらってばかりで、私にはろくに返せるものもないのですけど。そのようなことは気にしなくても問題ありません。何より白雪さんは我々のお客様ですから。風魔の当主である若様、小太郎からも許可は得ていますから大丈夫ですよ。そういうことでしたら。お腹を空かせてしまいましたか。はい、今日は珍しい食べ物をご馳走していただけると聞いて朝ごはんを抜いてきたものですから。あら、それでは早めに用意しなくてはいけませんね。でも朝ごはんを抜いてくるだなんて、白雪さんは本当に好奇心旺盛なのですね。私の知らない珍しい料理と聞くと、つい。では腕によりをかけて作りますから、もう少しだけお待ちください。え、もしかしてサイカさんがご自分で料理するのですか。ええ、そうですよ。突き詰めれば奥の深い料理ではあるのですが、作るだけでしたらそこまで難しくありませんから。目の前でお料理しますので、きっと待ち時間も楽しめるのではないでしょうか。それはすごく楽しみです。これは？これで目の前で焼いて食べるんです。変わったホットプレートでしょ。そして食材はこちらです。黄色っぽい色のついた液体、それに切ったタコ、ネギ、あ、この赤いのは紅しょうがですね。それとこの黄色い小さいのは何でしょう。それは天かすですね。あ、天ぷらはご存知でしょ。もちろん、あれはとても美味しい料理でした。これはその衣と同じものです。普段は食べないようなかすですけどね。そんなものを使用するのですか。全然この材料から完成図が想像できません。そこは論よりも証拠です。早速作ってみましょう。はい、お願いします。これからどうするのですか。
十分にホットプレートが温まったなら、まずは油を軽く塗ってこの生地を流し込みます。その黄色の液体を入れる。これは小麦粉を混ぜ合わせたものですよ。他に出汁などが入っています。なるほど、だからそのような色なのですね。ドロッとした生地なのも納得です。ええ。ということで、まずはこの生地を穴に流し込み、まだまだこれからですよ。くぼみに注がれた生地の上にまずはタコを、次にネギをまぶして紅生姜を入れて、さらに天かすをまぶしていきます。なんだか奇妙な見た目になってきましたね。これを食べるのですか？これはまだ完成ではありません。下の面が焼けてからひっくり返しますから。ひっくり返す？あまりホットプレートに顔は近づけないように、やけどをしてしまいますよ。ごめんなさい。それでひっくり返すのはまだなのですか？そろそろ良さそうですね。ではよく見ていてくださいね。変な食べ物があるんですね。というか、何ですかこれ。サイカさんはどんな魔術を使ったのですか？そのようなものではありませんよ。慣れた人ならば誰でもできる程度の技です。誰でもできる技？そうですね。白雪さんも見ているだけじゃなく、ご自分でやってみますか？ぜひ。よし、行きます。あら。ぐちゃぐちゃになってしまいましたね。おかしいです。こんなはずではなかったのですが。この生地、柔らかすぎるのではありませんか？あら、私がひっくり返した時と同じくらいの硬さですよ。そうですか？でも、それならどうしてでしょう？もう一度。またぐちゃぐちゃになってしまいました。大丈夫ですよ、白雪さん。初めてにしてはとても上手にできてますから。ですけど、サイカさんがしたように丸くなってません。そうですね。では少しだけアドバイスを差し上げます。そのぐちゃぐちゃになった2つに関してですが、ほじくり出すようにひっくり返そうとしてましたよね。今度はこのくぼみの形を利用しましょう。丸いのですから、滑らせるようにすれば。やってみます。
お見事です。ではその調子で他のもお願いできますか。はい。いい色になってきましたね。そろそろ食べられますよ。さあ白雪さん、この国の料理でたこ焼きです。どうぞ熱々を召し上がってください。焼けた香ばしい匂いにソースの匂いが合わさって、これだけでたまりません。箸でつまんで食べればいいのですか。ええ、食べやすい食べ方でどうぞ。では早速お一つ。レモン、あるいけろ口の中へ、とろけへ。おいしい。それは良かったです。やけどしないよう気をつけてくださいね。タコがプリプリしてる。こんなの初めて。この調子ですとすぐに焼き上がった分がなくなってしまいそうですね。すみません、私ばかり食べてしまって。いえ、いいんです。むしろ喜んでいただけてるようで安心しました。いっぱい作りますから、ぜひともいっぱい食べてくださいね。はい。ただいま。疲れた。白雪さん、若様が帰っていらしたようです。出迎えてまいりますので少しお待ちいただけますか。はい、わかりました。若様、こちらがタイマリンで保護いたしましたダークエルフの白雪さんです。よろしくお願いいたします。白雪です。ああ、こちらこそよろしく頼む。タイマリン特務中隊隊長風魔小太郎だ。っていうか、もしかしてたこ焼きパーティーの最中だったのか。はい、白雪さんに珍しい食べ物をご馳走しようと思いまして。なら細かい話は全部後回しだ。やっぱたこ焼きは熱々なうちに食べないとな。白雪さんも遠慮しないでどんどん食べてくれ。ありがとうございます。では早速おかわりいいでしょうか。もちろんです。すぐに焼きますね。